1949カールテオドールマリウス総連戦はデンマークの造園家。家業が庭師で親の下で修行をし独立する。1935年セントベンド協会の周辺に関するリングステッドデザインコンペニテスティン・アイラー・ラスムスセンと、共同市に当入賞。1940年から1961年まで コッペンハーゲンの王立芸術アカデミー教授も務める。マレーネ・ホークスナー・アロットメント・ガーデンなど、都市菜園や子供たちの遊び場、コテージ・パークなどに取り組み、50年代のデンマーク・ランドスケープ・アーキテクチャーを支えた。彼のデザイン手法は、バイキングの城壁に半を取っていると言われ、幾何学的曲線の空間囲い込みを好んで用いていた。ヨーロッパでは、 マーシャルプランと生産性の向上に支えられていた景気拡大が第二次世界大戦の余波とオイルショックとで緊急の復興に対応する必要があるほど荒廃していた70年代、車に与えられた優先順位がすぐにアテネ憲章に謳われた原則、ゾーニングの機能主義の論理によって支配都市開発のパターンを決定していた。スペインもイタリアもフランスのように庭にそのものは 特に緑地の面で考えうる公共受注の観点からしばしば単なる残留ボイドとして考慮していた。スカンジナビアではしかし環境に配慮した先導的な役割として都市菜園を提供し、その経験は革新的な創造につながる。この時総連戦の策であるナームは池垣に囲まれたラエ庭園の調和の取れた配置に基づいて制作され、当初計画から神秘的、 実用的かつ社会的な面を兼ね備えていく。1937年から労働者とその家族のためにスウェーデンのストックホルム近くスベンハームリーにサンデバーグ公園を生み出す。また1930年代後半、家族向け児童公園をコッペンハーゲンの北にあるコテージパークの提案取り組みでジャンク遊び場の変遷に監視、顕著になっていたが、変革の提案は ソ連戦と教師だったハンス・ドレアガ・ハジェルムとのコラボレーションで取り組まれる。提案では多数の自然と触れ合う遊び場の特色、自然遊びのために子供の機会を提供することへのコミットメントを見ることができる。提案は子供の楽園と題され、1930年代初頭におけるソ連戦の他の作品にもしばしば反映されている。 こうしたソ連戦のジャンクな遊び場は、結局コペンハーゲンの貧困地域エンドラップで初の冒険遊び場になる。これは大家族世帯住宅プロジェクトの一環として、1943年8月にオープンし、即時の成功を収める。これが冒険遊び場として世界に広まる。ただし本国では、広まることはこれ以上なく、 地域の子供たちの遊び場の代わりにテニスクラブが展開され、英国風の庭園が保たれた。作品で遊び場や菜園の他には、クローケーガーデンの公園集合住宅、ヘアニン美術館と展示庭園、オーフス大学キャンパス、円形劇場、スウェーデン銀行ストックホルム食堂庭園と、温室など多数。作風は場所の使われ方という、 モダニズムが見落としていた事柄を重視している。ありがとうございます。